男40代年齢を重ねるとね、だんだん痩せにくくなってくるのと同時に痩せようっていう意志もね、ちょっと弱くなってくるんですよね。でもいざという時に体を動かそうとしたらなかなか動かないものなんですよ。だから普段から体を動かしておく必要があります。特にですね、1日30分とか1時間とか本格的なトレーニングをする必要はありません。今回ガチンコマッチョクラブでも1日たった2分でできるね、そんなプランクという技を紹介してくれてます。これ本当にね、意識づけすればずっと毎日続いていくんですよ。で、特に体重100キロを超えちゃったね、このミスター M さんが実践されてることなんで、だから体重がね80キロとか90キロの方だったらまだまだ全然楽にできると思いますので、ぜひね、今よりも体重がもう5キロ10キロと増える前に今の段階だからやっておくことができると思うんですよ。やっぱりね、太るとね、結構ね、脳卒中のリスクが上がったりとか、コレステロールが肩で心筋梗塞のリスクが上がったりとか、結構ね危ないですよね。糖尿病になったりもしますしね。で、病気になるとこれは一生ですし、それから病気になったらね、運動をするのがちょっとね、やりにくもっとやりにくくなっちゃいます。だから手遅れになる前に、今のうちに、まだ体が動くうちに、この動画が見れるうちにやっておくことをお勧めしますね。で、今回動画説明欄にミスター M さんの、プランクとかね、いろいろ足を動かすマウンティングとかやつですか、マウンティングじゃなくてマウントなんとかっていうのがありましたね。プランク、マウンティングクライマーフルスピードね、こういうもうフルコースでやってくれてますんで、こちらの方と一緒にやるといいと思います。ミスター M さんもね、かなり体がこう動くようになってきて、もう結構ね、62話ということなんで2ヶ月やってくださってるんですよね。で、やっぱりね、1ヶ月2ヶ月ではまだ体重は落ちないんですけども、3ヶ月目にグッと落ちる時が来ると思いますんで、ぜひね100話までお付き合いいただければと思います。それではどうぞ。